明治38年の今日は日露戦争最後の決戦といわれる奉天の大海戦でようやく日本軍が勝った日です。日本軍の総司令官は元帥大山巌、片やロシア軍の総司令官はクロパトキン。とにかくものすごい戦争だったらしいですね。ロシア軍だって負けちゃいられないってんで、どん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 増援部隊を繰り出したんで、日本軍はたちまち苦戦に陥ったんですが、乃木将軍の応援などもあって、ついには日本軍が優勢となり、ロシア軍は退却。かくして日本軍は奉天を占領したんですが、この戦いで日本軍24万のうち7万が死傷、ロシア軍は兵力33万のうち9万が死傷という、実に血生臭い戦争だったんです。